はい。これは何ですか？トランスミッターよ。何？まあ何なのだ？発信機のことじゃな。おいおい、こんなもんに引っかかったのか？そう、こんな単純な手にやられたのよ。線尾外装が一枚オフラインになってたから調べてみたら打ち込まれていたわ。まんまと糸をつけられ手繰られたってわけ。自分の情けなさに嫌気がさすわ。不甲斐ないったらありしない。不甲斐ない、頼りないってこと。あ、そう。この発信機、どうやら無限回路を伝播する波長を出すみたいなの。今の私じゃ逆探知も無理。発信を阻止するには破壊しか手立てがないわ。ウィルの連中が北総エンデルかと思うと悔しくて。まあ北総エンデルとも限らないですから、うん、とにかくいきなり敵が現れた理由はこんなところ。質問は？いいですか？どうぞ。突然目の前に現れた理由は分かりましたけど、無限回路を開いたんですかね？いいえ、クロノドライブよ。それじゃあ敵艦隊はすでにノイエにいたんですね。と考えるべきでしょうね。無限回路出現を察知できるのはセンサーのある重要拠点の周りだと。それ以外の場所に開いたとしたらこっちには知るすべがないわ。では他にも潜んでいる可能性が？もちろん。でもそんなことを気にしていたらキリない。そうですよね。今も白き月の生産プラントをフル回転させてセンサーを量産してる。各拠点を受信とした増設作業も急ピッチで進行中よ。数日以内にノイエ連合の7割はカバーできる予定。とにかくできることは全力でやってる。あとはその場に応じて対応していくだけだから、余計なことは考えないこと。いい？はい。さあ、他には？ないよね。あ、すいません。何よ。その質問の趣旨からは外れるんですけど、なんでブリーフィングルームを使わないのかなって。そこで別の話があるからよ。別の話？それじゃここ、後の件はよろしく。はい。私は部屋で休むわ。わかりました。細かいことは後で報告してちょうだい。お疲れ様です。それじゃあみんな行きましょう。お待たせしました。へい、どうも。ケルビンさんにグロックさん。なんだよお前ら。アニスさんにお話があるそうです。は？どういうことだ？すぐわかる。おい、グロック。え？あ、いや、あしもまだ何も聞いてねえんでさ、すいません。あ？とにかく座りましょう。とても重要なことなので、みんなにも聞いてほしいとのことです。僕たちにも？回線の方はどうじゃろうか？繋がっています。お出しますか？頼む。ソルダム陛下。陛下！艦長、どういうことなのだ？私もケルミンさんの指示通りにセルダールにコントしただけで、何が何だか。こいつをぶったまげた。陛下、ご無沙汰しております。うん、久しいなケルビンよ。15年ぶりだ。はい。
連絡方法から察するに例の封を解いたと考えるが。おっしゃる通りで、お約束を果たす時が来ました。そうか。随分と長い間お待たせいたしまして申し訳ありません。どうかお許しください。気にするな。そなたとて辛かっただろう。もったいなきお言葉。顔を上げてくれ。あ、ではアニス。なんだよ。立て。あ、どうして。いいな、立たんか。ほら、これでいいか。そのままおとなくしとれ。一体何だってんだ。いいか、改めましてガラムとマサラの娘アニスです。アニスよ。なんすか。まずは詫びを言わせてくれ。え、すまぬ。ちょっと待ってくんねえかな。全然いや、わかんねえ。なんであんたが俺に謝んだよ。黙れ。うわって危ねえじゃねえか。刀しまえ。恐れくも陛下が御自らの褒美を屈せられておいでなのだぞ。それに対しあることか。あんたとはこのような狼藉断じて許すわけにはいかん。やかましい。俺はアジートの人間だ。セルダールの王様がなんぼのもんだってんだよ。何にも言っただろうが。あ、そうだ、あん時だ、ベレルの騒動の時、あのチンチクリンたちが親父の名前を知ってたよな。ケルシーにサンタローザのことか。そうだ、あれとなんか関係あんのか。いかにも。どういうことなんだよ。礼をわきまえぬか。うるせえ。もはや忍耐の限界。リリー。はっ。良いのだ。いや、しかし。聞こえぬのか。うしばし下がっていてくれ。失礼いたしました。要はな、アニス・アジートにいくら詫びても詫びきれぬものがある。だからなんでだよ。そなたの父ガラムは世の命の恩人なのだ。何？親方が王様の命の恩人？そなたグロックであろう。え、何知ってるんですかい。この顔覚えがないか。そりゃ知ってやすよ。だってセルダールの王様。そういうことではないのだ。ならばこれでは。ああ、あの写真の。ああ、おめえは、スケコワシのスタンレイ。思い出してくれたか。貸せ。ああ、こいつの子だ。あの、軟弱しりがれ野郎が。王様。たばかってすまなかった。嘘でしょ。ふん、この写真なら何度か見てるし、スタンレーってやつのことも聞いてる。演奏して潜り込んでたってわけか。説明させてくれ。当時世は伝説で語られている失われし技術に強く心惹かれていた。暇さえあれば古い文献に没頭し、城の宝物殿を漁り、世話役の目を盗んではセルダールに残る遺跡を巡り回っていた。そんな折、父を訪ねていたガラムからこんな話を聞く。惑星アジトで先文明の戦闘機を発掘中だと。まさに垂涎の知らせ。いても立ってもいられなかった。そして
その落ち着きのなさにガラムは気がつき、彼は招いてくれたのだ、惑星アジートに。断る理由は何もなし。父も渋々ではあったが、身分を隠すことを剣に許してくれた。そして世は流れ者を装い、しばしの間アジート一家に身を寄せることになったのだ。だがまさかあのような事故が起こるとは。ああ、これがどうです殿下。すごい、城の宝物殿にも同じようなものが厳重に保管されているが、この機体は地中に埋まりながらも全く風化していないではないか。そうですね、これも先文明の技術なんでしょう。大したものです。ガラム。何です？その女、城のは触れることを固く禁じられているのな。どうぞどうぞ、好きだけ触ってください。本当か？ここはセルダールじゃありません、エンガク。そうだな。ではこんな手触りだったのか。ここは素材が違うな。やはり池の気候があるようだ。殿下ったら子供みたい。ああ、だが間もなく即位なさる。口を聞くことさえもままならなくなるんだ。それに王家の子息ともなれば普段から何かと窮屈だろう。せめてうちにいらっしゃる間は羽を伸ばしていただこうじゃないな。あなたに任せるわ。でもあの手の速さはちょ考えものよ。ナターシャ、ディアナ、それにビバリー、一家の若い子全員が餌食になるのも時間の問題ね。お年頃なんだ、仕方ないだろ。なんだ、どうかしたのか？あ、いや、なんでもありません。はいはい、どうしたのミス？大丈夫大丈夫よ。なんだ急に、腹でも減ったか？さっきあげたばかりだけど。ガラム。あ、殿下！なんだ？こちらへ、すぐ出ましょう。どうしたというのだ、いきなり。過ごしならいいんですが。まさか落盤か？殿下、この子を。何？これには一人ずつしか乗れません。とにかくお先に。お前たちは。次はマサラ、最後は俺、それが道理です。しかしアニス、お願いします。あ、ガラム、マサラ、ガラム、マサラ。すでに知っているとは思うが、この事故が原因でガラムとマサラは命を落としてしまった。本当にすまない、許してくれ。余がわがままを通さなければあんなことに。もういい。別にあんた王様に責任があるわけじゃねえ。
タイミングが悪かっただけだろ、そりゃ。アニス。それに物心ついた頃にゃ、親父も袋もいなかったんだ。だからそのことをつれえと思ったこともね。気にしねえでくれ。かたじけない。ただよ、まだ腑に落ちないことがいくつかある。それを教えちゃくれねえかな。なんなりと言ってくれ。俺の親父は王様の親さんに、つまりその時のセルダール王に会いに行ってたんだろ。そうだ。そこがわかんねえ。なんで親父が王様に会いに行くんだ。何の関係があったんだよ。それはわしが答えよう。あ？お前も疑問に思ったことがあるじゃろう。自分の名のことを。やっぱそうなのか。お前は惑星アジート統治していたアジート王家の末裔じゃ。え？なんと。それじゃあニスさんは、ヨガヨナラ、ダッタンと同じお姫様なのだ。なんじゃ、わらわをバカにしおったくせに。おじではないか。ふん、ロッとしたらとは思ってたが、まんまとはな。今のアジートの状況からすると、ご多分に漏れず時空心の影響で廃れちまったってか。その通りじゃ。それでなんだよ。まさかセルダール王家は親戚だとか言い出すねえだろうな。そうではない。じゃがな、アジートは隆盛を誇った頃、セルダールの誘いを受け同盟を結んでいたのじゃよ。同盟？さらにいくつかの星と手を取り合い、巨大連合へ発展させるための布石じゃ。え？おい、それこの前できた。そう、ノイエ連合だ。一月前に発足したこの連合は、我が王家が幾代にもわたり提唱してきたこと。堺市頃のアジート、いち早くその志に賛同し、心よく同盟を結んでくれた。そしてそれは切れることのない強き中隊となり、両家をつなぎ続けてきた。たとえジートが衰退し王権が崩壊しても、エニシは連綿と続いていたというわけじゃ。ちょっと待て、整理させてくれ。つまりだ、昔のセルダールの王様は星を集めてでっかい組を作ろうとしてた。で、最初に仲間になったのがそん時のアジートの王様で、俺のご先祖様。そう。だけど時空心が起こってアジートは廃れちまう。でもセルダール家とアジート家の関係は細々続いていたってことだよな。その通りである。あの日ガラムが父を訪れたのは、世の即位に尊重がため、代弁者となる妖精二人を送り届けてくれたからだ。ああ、そういうこと。へえ。そういや、そこも答えてもらってねえぜ。何のことかな。あのチンチクリンタが親父の名前を知ってたわけだよ。ああ、そのことか。王様がビッグレイダーを見に来た時、一緒に来てたのか。うん、どうやらそうらしい。らしい？父より密偵を命ぜられ、秘密裏に同行していたとのことだ。なけない話だが、全く気がつかなかった。王様の親父さんもやるね。世も19と若かったゆえな、父も何か気をもみ上げていたことだろう。親の心こしらずか。ああ、まあいいや。急な話だったが、王様の気持ちも受け取ったし、俺も含め一家の素性もよく分かったぜ。もうこっちから聞くことは何もね。そうか。では今一度謝らせてくれ。いいって、さっきので十分だよ。話が長くなるとどっかの騎士さんがまた切れかねねえし。む？いや、今までこの件をそなたに隠し続けてきたこと、誠に申し訳がなくてな。陛下、やめてくだされ。それに関しちゃわしが悪い。
兄貴。ケルビン、大丈夫か？様子が変なのだ。なんだ、すげえ汗じゃねえかよ。ケルビン、ケルビン、偽なのだ。大変なのだ。おいナノ、どうしたってんだよ。ちょっと待つのだ。プディングよりベーグルなのだ。ベーグルです。ケルビンが大変なのだ。すぐに手術の用意なのだ。どうしたというのです、状態は？脾臓が破れていたのだ。とりあえず塞いだけど、お腹にたくさん血が当てるのだ。腹圧が高すぎて呼吸障害が起きてるのだ。早く抜かないと危険なのだ。了解しました。すぐに担架を回します。場所は？一刻を争うのだ。すぐ運ぶからいいのだ。わかりました、待機しています。カズヤ、廊下で担架を準備するのだ。わかった。誰でもいいからエレベーターを呼んでおくのだ。私が行こう。リコタン、ナタン、カルーアは先まして、ドアを開いてロックしていくのだ。行きましょう。うん、了解ですわ。グロック、ケルを担架までそっと運ぶのだ。わかりやすい。兄貴、しっかり。親分、行くのだ。ああ。ケルビン、しっかりしろ。ケルビンさん。はい、脳波の数値を見る限りでは。じゃ、タヌキネリってか。ええ、多分。はあ、どこまで意地っ張りなんだが。意地？怪我して倒れたことがみっともねって思ってんだよ。倒れるには十二分な怪我でしたが。程度は関係ねえ。俺も散々言われ続けた。アジート一家なら怪我くらいで壊すな。意地を見せろってな。声を立てずにはいられないがでしたが。軟膏でも塗っときゃ治ると思ってたんだろう。そんなことでは到底改善できない怪我でしたが。まあいい、ちょっと出ててくれ。いや、そういうわけには。大丈夫だ、なんかあったらすぐ呼ぶからよ。まあ、押さないでください。いいから出ろ。出ねえとずっとあのままだ。理解できませんね。ではティーラウンジにでも行っていますので。ああ、すまねえよ。おいって、ほら、聞こえてたろ。ネタは上がってんだ、起きろ。ケルビン、やかしいわ。たく大丈夫なのか。どうなんだよ。ええでもないわ。ふう、焦らせやがって。ナノがいなかったらヤバかったんだぜ。もう歳なんだ、ちった考えてくれよ。お前も年寄り扱いする気か。あーたったったった。バーカ、おとなしくしてろ。くそ。ナノマシンが腹の中にぶちまけられた血を掃除してんだってよ。綺麗になるまでは破けたところもちゃんと直せねえらしい。今は塞いでるだけだからじっとしとけってことだ。わかったか。うるさいわ、理屈ばかりグダグダこねおって。まったく腹が立つわい。なんじゃその目は。やれやれ、笑いたければ笑え、バカにするがいいわ。ちげえよ、そのセリフ俺もよく使うんだ。ん？ああ、気の短さも同じとこに原因があるんだろうな。
グロッグもそう言ってたわい。あ、そう。どうあがこうが、あんた俺の育ての親ってことか。とにかくじゃな、さっきの話の続きじゃが、陛下を恨まんでくれ。あれはわしが頼んだのじゃ。親父やおふくろ、一家とセルダールの関係を隠してたことか。言うわけはいかなかったからの。なぜなら、いい、見当はつる。アジートとセルダールにはもともと縁があって、その上王様は親父が死んだったことに対して負い目まで抱えてる。そんなことを俺が知ったら頼って甘えちまうかもしれねえ。だから黙ってた。あっちにも口止めを頼んだ。そんなところだろ。それよりもよ、なんでいきなり話すつもりになったんだ。そっちの方がよっぽど気になるぜ。なあ。まあ、なんじゃ。お前がな。おお。ガラムの望んだ人間になったと判断したからじゃよ。なんだそれ。親父は何を望んでた。聞いてねえぞ。要するにじゃな。ちょっと来い。どうして。いいから顔をよく見せてみろ。うっ、引っ張んなよ。じろじろ見んな。いい顔じゃ。な、何言い出すんだよ突然。ふん、わしの面構えになっとる。ガラムにもマサラにもよう似とるわ。こっぱずかしいんだけど。いいから黙っとれ。その目を見ればわかる。お前が日々をどう生き抜いてきたかが危機、苦悩、怒り、恐怖、悲しみ、寂しさ。じゃが、すべて自力で乗り越えた。たった一人でここまで来たのじゃ。ガラムの望みはな、お前がまっすぐで何事にもくじけない強い心を持つこと。そして本当の居場所と仲間を見つけることじゃ。どうやら叶えられたと思うんじゃが、どうなのじゃ。まあな。お前は一人前となった。じゃから全てをすべきだと思ったんじゃよ。そして今まで厳しく当たっつまなかったな。あ、許してくれ。やめろよ。王様と急に謝るなんてよ。ならこう言わせてくれ。ここまで頑張った、わしは嬉しいぞ。きっとガラムもマサラも。やめろ。お、惚れるのには慣れてねえんだ。やめてくれ。いや、わしは兄さん。おい、今さら何なんだよ。一度だって褒めてくれなかったじゃねえか、バカ野郎。泣かんでくれ。うるせえ、優
エース。死んじゃう。あげたぞ、いきなり泣き出すんじゃからな。うっせ、俺だってな。親分、え、ケルビンはどうなの？先生から意識が戻ったことを聞きました。具合はいかがでしょう？ちょ、待て。少尉、何故遠ざかる？どうしたの？お、夜だ。ん、アニス、目がハリケーンキラー！すまねー！はいい意地の張りっぷりじゃ。無事か？なんとか。それでどうなのじゃ、ケルビンよ。痛いところとかないのだ？ああ、もう平気じゃよ。顔色も良くなっていますわ。安心しました。陛下もご心配されていました。おお、そうじゃ。陛下といえば、おい、そこの、なんじゃったかな、カズオだったか。カズヤで、はい。頼みたいことがある。こっちは来い。でしょう。この船はセルダールへ行くんじゃろ？ええ、戻りますね。ならば、これを持って行ってくれ。何ですか、これ。15年前に陛下からお預かりしたものじゃ。陛下から？ん？何なのだ？詳しくは知らん。出土品か何かじゃろ。ん？文字が彫り込まれておるな。また古代文字ですわ。何が書いてあるんでしょう。もともとはアニスの父親、つまりガラムに解読を依頼されるおつもりだったらしい。しかし例の落盤事故が起きての陛下がセルダールにお戻りの際お返ししようとしたんじゃが、気長にやってくれと改めてわしに依頼されたのじゃ。まあ結局読めずじまい。お返しせんと失礼じゃからな。なるほど。では陛下に渡せばいいんですね。ん？できればアニスの手から頼む。アジート家が頼まれたことじゃからな。わかりました。でもこれ変わった形してますね。剣の塚かな。ちょっと見せてくれ。あ、はい。やはりこれは。なんじゃ、知っておるのか。セルダール城に安置されている宝剣の複製と思われます。いえ、間違いありません。宝剣じゃと？これは伝説の剣、グレンの剣。
トランスミッターを取り付けて追跡するとは。リバイスったら、あの船を少し侮りすぎてない？まあいいさ、彼なりの余裕表現なんだろ。歌を打たなければいいけど。もう少し信用してあげたら。ねえ、それよりそろそろ。オーブのことかい？このスレイブのどのあたりにする？その前さ、僕らのことも少し教えてあげようと思うんだ。別に構わないけど。